国道179号起点付近兵庫県伊保郡、大使町、山田交差点国道179号終点鳥取県、東白郡百合浜町、長瀬安ず交差点国道179号は、兵庫県姫路市から岡山県津山市を経由して、鳥取県東白郡百合浜町に至る一般国道である。起点は、国道号と約の重複区間があるが、 実質的には、姫路バイパス、大使辰野バイパスの大使東ランプで、終点は国道9号に接続している。途中、兵庫県佐用町上町と光月の間が国道373号と、岡山県津山市の新川辺と一方の間が国道53号と、鏡野町上彩原大牧山と鳥取県三笹町。 穴鴨の間が国道482号と、それぞれ重複している。岡山県鏡野町では、旧奥津町に止まダムができて水没するため、旧鏡の町から旧上西原村までの間で、国道が付け替えられたり、改修工事を施したことにより、津山から倉吉間の所要時間が大幅に短縮された。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、 経過値は次の通り。道路法に基づいて、国道の初回指定が行われた1953年の時点では、二級国道179号に指定されたのは、津山から地図を経由して、鳥取を結ぶ岡山鳥取線だった。この路線は1963年に一級国道53号へ昇格し、179号は決番の扱いとなった。その上で、 同日新たに現行のルートが、179号、姫路倉吉線として指定された。レインボーロード、三笹町穴かも付近を靴、上西原バイパス、岡山県戸又郡鏡野町国道53号、国道429号との重複岡山県、津山市川辺トンネル道の駅小王町勝又付近。ありがとうございます。